ラロシフコは、ヌーベルイコールアキテーヌ地域県、シャラント県の旧コミューン。コミューンと同名の美しいルネサンス様式の城がある。ために、アングーモアの真珠と呼ばれている。県とアングレームの北東、約2 1トルのところにあり、シャラント川の支流タルドアール川の谷の中に、一致している。ブラコンヌの森の東側となる。 アングレームリモージュ間の道路である国道141号線が通っている。テル・ポワトゥ・シャランとのアングレームイコールリムーザン路線が停車するラロシフ港駅がある。地形的には町はアキテーヌボンチに属し、シャランとの石灰岩に一部が入る。コミューンはカルスト地形上にある。フランス革命時代。 貴族を連想させる名を避けるために、ラ・ロシ・タルドワールと改名させられていた。2019年1月1日、タ・コミューンと合併し、コミューン・ルーベルのラ・ロシュフ・コーアン・アングー・モアとなった。ラ・ロシュフ・コーは、オック・ゴケンに含まれている。コミューンの西側に広がるブラコンヌの森は、オイル・ゴケンの三トン寺ごとの境界である。参照元、年まで、イ・ヘス、 2004年以降、INSEE 織物とフェルトを生産していた、車両車の工場がタルドワールガシノラシャバンヌ地区にある。1837年にサンフロランで創業した、この会社は2004年に創業を停止した。ありがとうございます。